異世界チート魔術師は、内田健による日本のライトノベル、小説投稿サイト、小説家になろうにて2012年4月から連載開始。カバーイラストを、ナルデクが担当する文庫版は、ヒーロー文庫より2013年6月から刊行されている。2021年7月時点で、電子版を含めたシリーズ累計発行部数は315万部を突破している。いつもの日常を送っていた高校生の西村太一と東凛の二人はある日突如足元に現れた魔法人の影響か異世界とおぼしきところへ飛ばされてしまう。冒険者パーティとの出会いで街に送り届けられた二人は知らない異世界での生活のため冒険者になることを決意。訪問したギルドで冒険者に必要とされる魔力の検査を受けたところ普通でない結果となり、ギルドマスターの指示で、魔術師、三浦付き添いのもと、魔術師レミーヤのところへ案内される。用意された魔力計測器での結果を読み取ったレミーヤは、二人とも、それぞれ異なる、稀な素養を持っていることを知り、冒険者になれる代わりに二人を弟子として、修行を行わせることになった。声の声は、テレビアニメ版の声優。アズパイ・アイリステイン魔法王国精霊的大社。月刊少年エースにて2017年2月号から、スズラボクカリンによるコミカライズ作品が連載中。また、同じく、月刊少年エース2018年10月号より2021年2月号まで、スピンオフ4コマ漫画、それゆけ、異世界チート魔術師も連載された。作画は、川村拓。ComicWalkerや、ニコニコ星画でも、雑誌連載版とは別内容のものを連載している。2019年7月から9月まで ATX 他にて放送された。タウンワークの企画、激レアバイトの一環として、声優志望の2名が第7話に登場するモブ役を担当した。2021年7月4日24時より ATX にて新作エピソードとなる第13話を含めて一挙放送が行われた。異世界チート放送局のタイトルで、2019年7月2日から10月8日まで、おといずみにて、各週火曜日に配信。パーソナリティは、西村太一役の天崎博平に加え、東凛役の高橋理恵と三浦役の田中美美が、会代わりで担当する。ありがとうございます。